はい、えー、皆さんこんばんはハリウッドスターを目指す男アレクソです、えー、220名のファミリーの皆さん本当に皆さんいつもありがとうございます今日はですねえー、っと、まあ、改めて東京の東京で僕が何をするのかっていうのをですねちょっと簡潔に、えー、まとめたので、えー、ファミリーの皆さんにぜひですねこう、まあ、シェア、えー、させていただきたいなと思ってます、まあ、大きく分けるとまあ、えー、3つあるんですけど まず一つ目っていうのがもうこれは福岡でやってることと一緒ですこいつこのウーバー YouTube ハリウッドスターを目指す男アレクサっていうバッグを持って配達はするんですけどこれはファミリーの方からのコメントでこれめちゃくちゃいいなと思ったのが僕が実際にこうカスタムしている古着たちここにもいくつかかかってるんですけど、まあ、これとかあとは、まあ、こんなんとかですかね こういうのを実際にこう僕が着用して配達すればめちゃくちゃ目立つと思うんですよ。あいつ何者だと。で、何者だと思わせる、いわゆる今と一緒宣伝の活動ですね。なんで、まず1つ目っていうのが、東京ハックする、これがまず1つ目です。で、2つ目っていうのが、えー 全国のメデディアデビューですね。まあ、テレビであって、まあ、今で言うと YouTube が一番いいと思うんですけど YouTuber 有名な YouTuber の方もしくは芸能人の方僕は基本的に住む場所が新宿になりましたんで新宿周辺で JR があると思うんですよなんで芸能人の方の JR の行き来とかも結構僕多いと思っていていわゆるその界隈の人たちがなんかパッと ですねで3つ目っていうのがいわゆるそういった、まあ、タレコミですねタレコミがあってそっから YouTube を覗いてもらってでここもう一回整理するんですけど僕の目指してるのって YouTuber じゃないんで YouTube を通して僕の活動を知ってもらってで僕のハリウッドスターに近づくための近道というか何かきっかけをつかむためにも これこの宣伝をしてます。ここを整理させてください。で、まあ、全国のメディアディビューすれば、まあ、必然的にまあ、目先の数字で本人僕、この前もお伝えしたんですけど、どうでもいいんですけど、まあ、チャンネル登録者数っていうのが、まご、あ、っう伸びると思うんですよね、ある程度。まあ、まあ、これもまあ、な、ま、ん、あ、でもいいんですけど、まあ、とりあえず500と、今220名のファミリーの方がいるんで、えー、500名まで仲間を増やしたいなと思ってます。で、なんで、こう、まあ、 この仲間の数というか、まあ、ファミリーの数にこだわるのかっていうとですねやっぱこう、まあ、ホームレスをしてた時もそうだしいろいろこう、まあ、苦しんでいる時とか、まあ、今もそうなんですけどやっぱりファミリーの方から本当に助けてもらっていて、まあ、コメントとかですねもっとこうした方がいいんじゃないのとかで昨日の動画にも早速コメント、えー、いただいたんですけどその、まあえーまあ、僕が、まあ、自分の1年間の活動を通してドキュメンタリー動画を作りますっていう動画に対して。 こうインディーズのバンドとかそういったのを、えー、いわゆるまだこう売れてない人たちの PV 動画を作る予算っていうのはだたい2 3 0万でできるからあのー、まあ、それで予算の相場とかをですね、まあ、教えていただいたりとか本当にすごい貴重なご意見でもうすぐ僕は参考にさせていただいても明日も今にでも、えー、実践しようと思ってるんでやっぱその いろんな方からの言葉の数が多ければ多いほど僕の挑戦の幅ってやっぱ広がると思ってるので、まあ、そういった意味で、えーまあ、ファミリーの数をです、ね、500名ぐらい、まあ、一つの基準として、まあ、僕のこうモチベーションにもまあ一応なると思うのでやりたいなと思ってますでまとめますと、えー、まず一つ目っていうのが、えー、このウーバーのこれを持って東京をハックするあいつだイーみたいなのを、えー、新宿中心に、えー、作ると噂を作ると。 まず東京8区で2つ目っていうのが全国のメディアデビューで3つ目っていうのがファミリーの数が500名仲間の数を500名に増やすこんな感じでやっていきますのでまた何かあればですねここに付け足していきながら自分のモチベーションもガン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 上げていって。 もうこのノリでそのまま東京にボーンで飛びたいと思いますんで、えー、皆さん今後ともよろしくお願いします以上ですねハリウッドスターを目指す男アレクサがお送りしましたそれでは皆さん失礼し,します